しました。このステージを待ってましたという方も多いのではないでしょうか。のステージ前ですね、大変混雑しております。日傘をご使用の方大変恐れ入ります。ちょっとだけご配慮お願いしたいと思います。ではここからは函館の観光大使でもあります演歌歌手の大石まどかさん、そして女性芸能人マラソン最速の福島若菜さんのライブステージをお楽しみいただきます。それでは早速ご登場いただきましょう。福島若菜さんと大石まどかさんです。お願いします。こんにちは。こんにちは。させていただきましたけれども、はい、はい、若菜ちゃん、はい、早速自己紹介、そうですね、自己紹介からいきます、はい、花を歌ったってことで花柄のバーゲンで買ったワンピース着てきました。バーゲン、言わなきゃわかんないです。もう最高級のドレスになってるからじゃ、最高級の 70% オフのドレスね、勝負服ですよ、着てきたんですけれども、改めまして函館出身の福島若菜と申します。イエーイ。万年橋小学校卒業して、大川中学校卒業して、函館工業高校の工業科学科を卒業して、そっから函館の自衛隊の駐屯地に入って、4年間自衛官をして、それからタレントになったということで、なかなかね、はい、おーいよ、ありがとうございます。いろいろ今は、え、アイドウも蹴る、ありがとうございます。いろいろね、
じゃっていろいろねちょっとねあの今けあの号令をかけてくださってますけれども、今はあの東京のそれこそまどか先輩と同じ事務所サンミュージック、いろんな方々いらっしゃいますけれども、はい、そちらに所属しながら、私は主にアウトドアを中心に活動しておりまして、例えばマラソン、今司会の方からご紹介していただいたんですけれども、フルマラソン走ったりハーフマラソン走ったりいろんな大会に今出てて、一応フルマラソンは2時間台で走ることが、そう、女性芸能人最速でございます。ありがとうございます、あとはね、山に登ったりとか釣りやったり、釣り番組も BSTBS の釣り百景という番組を今やらせていただいてまして、ランニングはNHK の旅ランという番組もレギュラーでやらせていただいたりとか、あとはそれこそ FM イルカも毎週木曜日福島アカナのスマイルちょい足しということで函館でも番組をやらせていただいておりまして、ちょっとねこうアウトドアを中心にいろいろやりながらこうして歌も歌わせていただいているということで、こうして地元のステージに立たせていただけるのが本当に幸せで、はい、そうでございます。今日はまどか姉さんとともにステージを姉さん言うな、ね、大した変わらないだろう、ね、盛り上げていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、お願いいたします。そしてはい、そして改めまして、コロンビアレコード大石まどかでございます。私も、18歳まで、この函館で、住んでおりました。実家は会社をやっておりまして、錦鯉町で石川自動車工業というですね車屋さんでございました。ありがとうございます。知ってたかい？あ、そう？ありがとうございます、ね、私は小学校は本通小学校、中学校は五稜中学校、そして高校が函館白百合ということで、もう18歳で芸能界に入っておりますので、普通のお仕事はしたことがないんですけれども、サンミュージックプロダクションに所属をして、まあ、デビューの時はねたくさんの新人賞をいただくことができまして、もう早デビューして28年目になります。もうこの函館を離れて29年になりますね。それでね、今日私誕生日でございまして、イエーイ、もうどうしよう、ありがとうございます。もう上京してから30年近くなりますけれども、誕生日の日に函館にいるっていうのは初めてで、もう何よりでございますね。誕生日はもう嬉しくないんですけれどもでもいや嬉しくないのよ、それもうここ10違うんですよ、ちょうど10個上で。そうなんだ。いや私10年経ったらこんなね素敵でいられると思うと全然いいと思う。いやいや日々努力でございます。いやね、だからですよ、いや誕生日の日にねこうやってふるさとの函館で、昨日はグリーンプラザの方でステージをねさせていただきましたけれども、はい、またちょっと雰囲気がねここのステージは違って、潮の借り海のね近くということで、風がすごい気持ちいいですよ、潮風が。さっき若菜ちゃん向こう行ってたんでしょ。そうです、私はねグリーンプラザさんの前のステージの方で、うん、それこそ函館市長さんとか、はい、青森市長さん、弘前市長さん、うん、八戸市の市長さんとかとこういろいろ町の PR の MC 司会進行を今そちらでやってきてこっちに来たんですけど、うん、向こうはねやっぱり日差しがダイレクトだから暑かったんですよ。昨日も暑かったね。いや本当こんなに9月気温上がる函館だと思わなかった。今東京どうなってるか分かるか。すごいんですよ。台風だよ。わやだよ。いや本当でしょ。東京から来たんだよね。雨降ってたかい？全然。降ってないの？降ってなかった。暑かった？あ、じゃあ午後から夕方からちょっと強くなるんですよね、雨が。いやだから。新幹線ってさっき到着したの。ああ、ようこそですよ。お疲れ様でございました。ね、いいでしょ、函館。茨城、埼玉。茨城、埼玉から来たんだもん。ようこそですよね。ここ朝一ですから、これね、終わって美味しいグルメやね、美味しい食べ物を食べていただきたいと思いますけど。いやだけど、まどかさんは今日も長袖で。うん、今日も長袖。いやだってほら何言ってんの、私普段はさお着物じゃないね、本当は日向ね、日の当たるところにいなきゃいけないんですよ、芸能界というところは。でもいつもこう影を歩いて日に焼けないように。だから昨日も長袖、今日も長袖ですよ。だからちょうど、あでもこう影になってるからね、確かに日が当たんないですよね、真っ黒ね。私はもうサンミュージックの日焼けタレントと言われてるサンミュージックだけじゃないか、芸能界の日焼けタレントですから。いやでも走ってるとね、はい、そんなの気にしてられないもん ね。いやだから昨日はきちんとね、やっぱり秋だし、うん、秋の装いだし、長袖でステージ立たせてもらったんですよ、まどかさんと、うん、
熱波ってしょうがないもん、袖がもういらねえっつって今日多分ストップですよ。いやいや邪魔くせえなっつって本当熱波る熱波るね。そう、すごい暑かったとか、昨日は東京よりもしかしたら暑かったかもしれません。いやねえ、本当暑かったですけれども、今日はねちょっと風もありますし、でも、そうは言ってもね、太陽が出ておりますから、皆さん熱中症をね、なんかあの気をつけながらね、ちょっとこう、お水を含みながら、ショーをね、このイベントを楽しんでいただきたいなと思いますね。こういう時はやっぱり美味しいもの食べて、美味しいもの飲んで、体力つけるに限りますよ。もう周りには美味しいものしかない。何食べようね、本当に何食べましょう。昨日もね、あのステージまどかさんとやらせていただいて、はい、いろいろジンギスカン食べたり、ステーキ食べたり ね、焼きそば食べたりしましたけど、今日はまだね食べてないので、はい、このあとステージが終わってから、なんか皆さんおすすめありますかね。何食べた、どうしたの、みんな。コロッケコロッケ美味しい。聞こないのコロッケ。あ、聞こないのコロッケ。本当、あとは何食べたの。芋の塩に、ああいいよね。あれ塩辛のっけて、あバターのっけてね。いやおやつで食べてたよ。イカ焼きね。ああもう美味しい。それはイコールビールになるんじゃないのか。そうなります。トウモロコシとかね。あ、焼いたやつね、美味しそうだわ。でこうやって言うと大体買って持ってきてもらったりするんですよね。誕生日だから今日。いやいいんだよ、そんな気づかな、そんな気づかなくて大丈夫。大丈夫ですか、お気になさらず。はい、ちょっと心の片隅では待ってるけどね。さすがですよ、やっぱり。それでは的にとね、はい、おしゃべりもね、あの話が尽きないんですよ。そうなのよ、いろいろね喋ることがあるから。はい、じゃあ若菜ちゃんと行こうか。そうですね、私からちょっとじゃあ一人ずつちょっと歌を歌わせていただきたいんですけど、私まあさっきもお話ししたように、まあまあよく走ってまして、フルマラソンだハーフマラソンだっていろんなとこ走って、年間だいたい25レースくらい出てるんですよ。もうね、あの今月末は網走マラソン走って、来月は札幌マラソンも走ったり、よく北海道にもね来てて、函館マラソンも7月7日走ったばっかりなんですけれども、そんな走る自分になんかこう辛いんですよね、やっぱり走ってると。そんな時になんかこう後押ししてくれる応援ソングあったらこれいいんじゃないかなと思って、生まれて初めてこう作詞をしたんですよ。どういう言葉があったら頑張れるかなとか、まあ、走る方に向けてはもちろんなんですけど、走らない方もこう人生を通したなんかこうなんだろうな、応援ソングになってくれればいいなという思いで、作詞をしてみました。で曲は普段私、加賀谷初美ちゃんっていう方と一緒に歌っていて、ハモリとかもやってるんですけど、今日はちょっと初美ちゃんがいないので一人で二人分のパートをもう忙しくちょっと歌いたいと思いますので、ぜひナイスランという曲をまずは聴いていただきたいと思います。はい、それではお願いします。はい、それでは聴いていただき、ぜひ手拍子とかしていただけたら嬉しいですね。あの私が初めて作詞をしましたナイスランというハイトーンの元気の出る曲、聴いてください。ナイスラン。変わってく、いつまでこうしてんのかな、臆病な心を今からの弾む息、流れる手は進んでいる証。昔よりも強い、怖がったらもう進めない。
2人で振り向かないでまっすぐにってもう2人が全速力って歌って交互に歌ってるんですけども、今日は1人で歌ったことで走ってる時よりも息が切れているっていうね。いやー、ナイスランしました。歌でさあ私の曲を聴いていただいたところで、続いては今日誕生日で42歳になりました、言ってもいいのかな、まどかさんのステージに移りたいと思います。ありがとうございました。